皆さんこんにちは。旅系動画をアップしているゆうじです。いつもご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。私は今から47年前に60カ国ヒッチハイク放浪の旅をしてまいりました。その話をシリーズでお話をしております。前回は第5話ということで、言葉は話せたのかということについてお話をさせていただきました。今回は第6話パート2、一体日本を脱出するときにお金は一体いくら持っていたのか、持っていったのかについてお話をさせていただきます。結論から言いますと、持っていったお金は40万円でした。まあ前にもお話をしましたが、私は高校を卒業してから就職をしました。観光会社です。そのホテル部門で仕事をしていました。1年と10ヶ月仕事をしたわけであります。そしてその間に大体そうですね、給料が月々5万ぐらいでしたから、ね、4、5万でしたね。でしたから月にですね3万いくらがね貯金をしておりました。そして最終的に65万ぐらい貯金をしたわけであります。そしてそのうちですね15万ぐらいがいわゆる日本の羽田空港からパリの空港までの間の往復のチケットで15万円を払いました。そして10万円はですねパスポートの申請とかリュックを買ったりとか、あとですね寝袋を買ったりとか、そしてその間にですね手続きをしている日本の間で交通費を使ったりとかですね、10万円を使ったわけであります。ですから残ったお金が40万円であります。そしてその40万円の内訳っていうのはどうなったかというとですね、実は20万円はアメリカの US ドルの現金、いわゆるキャッシュで持っていきました。で残りの20万円はアメリカの銀行のトラベラーズチェック、そういったもので持っていきました。でアメリカの現金ね、キャッシュを持っていったんですけれども、20万円それはですね100ドル札とかですね50ドル札、20ドル札、10ドル、5ドルという場合にですね、何種類かの現金をですね、で持っていきました。そして残りの20万円はとてもアメリカでその当時メジャーな銀行だったんですけれども、アメリカンエクスプレスという銀行の旅行小切手、いわゆるトラベラーズチェックといつも呼んでいたんですけれども、それでですね持ってきました。やはり内訳もですね100ドル札、50ドル、20ドル、10ドル、5ドルとですねトラベラーズチェック小切手で持っていったということがあります。でやはりその当時ですね、なんだかんだ言いながら今もそうなんですけれども、世界でアメリカの US ドルというのはどこの国でもですね通用しました。現金ですね、特に。ですごくやっぱりですね、アメリカの US ドルっていうのが今もそうなんですけれども、とにかく強かったんですね。じゃあ日本の現金は持っていかなかったのかというと、私は持っていきませんでした。なぜならですね、日本の円というのが外国では信用されていなかったんです。ですから例えば東南アジア持って行ってもですね、このお金ないやと、ヨーロッパとかアフリカ持って行ってもですね、この日本の円ってないやと、信用はなかったんですね。ですからもう私は日本円は一切持っていかず、アメリカの US ドルのキャッシュ、現金とトラベラーズチェック、
この2種類を持っていったということになります。当時はですね、今と違ってアメリカの US ドル1ドル360円だったんですね。360円。で、今はですね、アメリカの US ドルが100円ちょっとです。ですからその当時は円安だったんですね。で、ましてオーストラリアのドルというのはですね、1ドル450円だったんです。今もオーストラリアドルは100円ちょっとだと思います。だからオーストラリアの1ドルを交換するのに日本円で450円出さなきゃいけない時代でした。ましてアメリカの US ドルもですね、1ドル交換するのに日本の円をですね360円払わないと1ドルと交換できなかったという概念ですね。非常に円がですね安かったんですね。なぜならばその当時は日本はやっぱりその発展途上国ではなかったんですけれども、ちょうど先進国の仲間入りをした一歩二歩踏み出したような、まだその当時ですね、日本であったというようなことであります。で、その旅の途中ですね、やはりですね、現金ね、それとトラベラーズチェックというので合計20万20万で40万持っていきましたけれども、やはり3年間旅しているとですね、そのお金がですねだけでは足りないわけですよ。ですから私はその3年間の間で3回仕事をしましたね。3回仕事しました。で、それぞれですね、1回目の仕事というのはどこで仕事をしたかというと、スイスのチューリッヒの近くにあるツックという町のちょっと外れたところにノイハイムという村があったんですね。まあ、情報を手に入れてですね、ノイハイムという村の鉄工所と言いましょうかね、まあ、そこでですね約3ヶ月働きました。で、そこでですね、やはりその国は週休なので1週間に1回給料がもらいました。だいたい月5万円です。そしてそこで3ヶ月ぐらい仕事をしました。それでお金を貯めて、そしてまたね、旅にいろんな発展途上国の方にずっと回ったわけですね。まあ、どちらかというと先進国は行きませんでしたので、ほとんどもう発展途上国ですね、回ったのはアフリカとか東南アジアとか東南アジアとか南米とかですね、そういったとこです。ですから仕事をするときにはですね、先進国へ行って仕事をしたということになります。で、2回目に働いたところがですね、オーストラリアです。そこにシドニーという大きな町がありますよね。そのシドニーの日本レストラン、ホテル内にあるレストランですね、今でも覚えてます。メンディスホテルというとても老舗な古いホテルなんですけれども、そのホテルの1階か2階だったと思うんですけれども、そこに日本レストランがありました。そこでウェーターをやっておりました。で、そこをですね、大体2、3ヶ月仕事しましたね。そこもやはり月ですね、週にですね5万円ぐらいありましたから、1ヶ月大体20万円ぐらいです。で、そこを辞めてですね、またですね別の日本レストラン、それはですね中国人の人が経営していた日本レストランでした。そこではですね、キッチンの中に入って、まあ、日本料理を作ってるっていうんですかね、まあ、本当にこう素人ですから、まあ、簡単なね日本料理をですね身を見まねで作ってね、先輩から教えてもらって、そしてそこでアルバイトをしていたというようなことがあります。そこもやはりですね、1週間に週休ですから5万円、月にですね、合計20万円、ね、稼いでいた。そしてそこでもお金を貯めたということですね。で、最終的にですね、私は南米の方に行ってね、ずっと半年間ぐらい、まあ、旅しましたもんですから、もうお金がなくなってしまったもんですから、結局南米からアメリカ、ニューヨークに行きました。フロリダを経由してですね、ニューヨークに入ったわけなんですけれども、ニューヨークでもですね、私は3ヶ月間仕事をしました。どこ行ったかというと日本レストランです。そこではですね、やはりウェイターをやっておりました。で、やはりアメリカもですね、
週に5万円ぐらい収入ありましたので、月20万というぐらいですね。本当にその当時の日本の給料と比べると、まあ、そうですね、4倍、5倍ぐらいの給料をもらうことができたということでですね、非常にこう貯金ができてね、そしてまた旅に行くというようなことをね、繰り返していたというようなことであります。また先ほども言いましたように、回った国がですね、発展途上国の国なんですね。でアフリカとかは中近東、東南アジア、中米という中南米ですね、まあ、はもうほとんど発展途上国でしたから、その先ほど言ったようにアメリカのキャッシュ、いわゆる現金というのをですね、非常に皆さん欲しかったんですね。で私がですね、まあ、ほとんどのこの発展途上国行くと、ですね、まあ、市とか町とか村に着くわけですよね、乗り物乗ったり。そうするとですね、必ずやってくるのがですね、寄ってくるのがですね、両替屋が寄ってくるんですね。要はアメリカのドルを持っていたら高いレートで交換しますよということですよ、うん、ですから、チェンジマネー、チェンジマネーとか、マネーチェンジ、マネーチェンジとかね、ハウマッチ、ハウマッチ、まあ、そういう場合にですね、とにかく両替しないか、レートはいくらやというようなことをですね、もうどこに行ってもですね、もうバスから降りたりですね、その町に着いたり村に着いたりすると、必ずそういう連中がですね、何人も寄ってくるわけですよね。まあその中で私はやっぱり聞きます、いくらやと、1ドルで高いレートがいいですから、まあその人とですね、交換するわけですよね。まあお札っていうとね、ボロボロですよ、本物か偽物かわからないんですけれども、まあとにかく、まあ両替をして、ほとんどですね、私はそういった国ではですね、銀行に行って両替をしたということがもう一切ないんですね。ですからやっぱりそういう場合にして、まあお金をですね、少しお金も少しでもレートのいいね、お金に両替をするというようなことはですね、まあ、当たり前でした。ですから今の時代ですね、まあ、おそらくもうそういった闇の両替屋さんね、闇の両替屋さんっていうのはもうないとは思うんですけれども、昔はですね、発展途上国で言ったらもうほとんどもうそういうようなことがもう当たり前にですね、あったというようなことですね。ですから今と比べるとすごく時代がね、違ってたなというのは思いますね。さあ、そんなことで、今回の第6話、日本を出発するときに一体いくら持っていったのかということでお話をさせていただきました。私が持ち出したお金は40万円でありました。はい、ということで、第6話はこの辺終わりたいと思います。そしてですね、もしこの動画を見ている若い人たちがいたらですね、ぜひですね、一歩踏み出してね、外国に行っていただくといいと思います。言葉は喋れなくても大丈夫です。お金もですね、そんなにたくさん持っていかなくても大丈夫です。で今はですね、前回のビデオでもね、お話ししたと思うんですけれども、日本にはワーキングホリデー制度という制度がね、あります。30歳までだったらね、例えば、まあ、オーストラリアとかアメリカとかカナダとかイギリスとかね、まあ、ヨーロッパの先進国の国とですね、日本とですね、提携してね、向こうに行ってもこう仕事をしながら、そして語学学校に行くというようなことができる制度があります。そこでですね、がっつりとですね、お金を貯めてね、節約してね、そしてこういろんな国にね、まあ、旅行、いわゆる旅をですね、して行っていくといいかなというふうに思います。また発展途上国行くことをね、やっぱりお勧めします。先進国はですね、非常に物価が高いですから、お金がですね、毎日毎日どん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 出ていくと思うんです。ところが発展途上国へ行くと、やはりですね、物価が安いですから、同じ1万円でもですね、何日もですね、そこに滞在できるというようなことがあります。ぜひですね、若い人が見ていましたらですね、ぜひそういったことに挑戦していただきたいと思いますね。チャレンジですね。はい、ということで第6話以上で終わりたいと思います。次回はですね、第7話ということで、お話をさせていただきます。本当にですね、ご視聴いただきありがとうございました。
もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。